クリストファー・スティーブン・ミームは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身、テキサス州オースティン育ちの元バスケットボール選手。ポジションは、センター、パワーフォワード。クリス・ミームは1979年に、ウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれ、一家は14歳の時に、テキサス州オースティンに引っ越し、ミームは、元テニス選手のアンディ・ロディックや、 元 NFL 選手のドリュー・ブリーズらと共に過ごした。大学は地元のテキサス大学に進学し、3年間プレーした、あと2000年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。7位でシカゴ・ブルズから指名された後、直後にクリーブランド・キャバリアーズが8位で指名した、ジャマール・クルフォードの保有権とのトレードが成立し、キャバリアーズに入団。当時は、 ジードルナス・イルガスカスが負傷勝ちだったこともあり、ミームにチャンスが回り、2000から01シーズンは NBA オールルーキーチームに選出され、翌2001から02シーズンには74試合に、出場し60試合に先発で起用されるなど、将来を期待されていたが、イルガスカスが完全復活した2002から03、シーズン以降は出場機会を失い、2003から04、 シーズン開幕直後に大型トレードで、ボストンセルティックスで移籍となった。2004年夏、サイントレードで、ロサンゼルスレイカーズに移籍。移籍後にシーズンは先発として起用されていたものの、2006から07シーズンは、足首の負傷で、シーズン全休。2007年夏に、レイカーズと再契約したものの、以降は、アンドリュー・バイナムの台頭やパウがソルの加入などで、 出場機会が激減。結局2009年2月にサラリーキャップの調整のためだけでメンフィスグリーズリーズに放出され、同年 NBA チャンピオンに輝いたレイカーズの一員としての機会を失ったミームはグリーズリーズでは不出場に終わり引退した。ありがとうございます。